ふむふむふむ、そういうことね。わかりました。ソファーですかね。ちょっと大きいんで、これは後回し。布団とかシーツ。で、ゴミ箱、ヘアアイロン、ドライヤーとか。で、鏡、グミとか。これはゴミですね。で、これが、センターテーブルか。で、これが、あ、これテレビ台です。テレビ台。で、これが多分、YouTube の撮影用に使う照明器具。で、これが掃除機。掃除機で布団の裏。気にしなきゃ。これグリーンバック。なんで結構圧迫しますね。これちょっと配置考えによってすぐこの部屋狭くなっちゃうかもしれない。綺麗になりました。だいぶマシになりまして。とりあえずこの後シャワー浴びて、身支度して撮影します。化粧が終わりました。で、この後私案件の撮影あるんですけども、その前に少しお腹空いたんでどん兵衛食べます。ただ失敗したことがあって、私ポット買ってなかったんです。これなかった、困った。で、調べたら
なんかどん兵衛の食べ方にお湯を熱湯までではないんですけども、あったかい方から出るお湯ぐらいの温度でいいから、こんぐらい入れて、で電子レンジで、4分5分やればなんかもちもちのどん兵衛が食べれるみたいな。マジって思って今からどん兵衛を電子レンジでちゃんと食べれるのか。しかもね、これ机やばい、これ机じゃないから、そもそもすごっ、濃い七味だって面白い。このテントでさ、水でいけんの？マジで水でいけたらさ、もうちょっと買わなくていいんじゃない？粉を抜いて、これだけの状態で、で、お湯をあったかい、この赤のね、マークがついてるのをこうやって引いて、ほんとかいな。ほいと、いってらっしゃい。やばい、やってることやばい、やばすぎ。はい、ちょっと線のところぐらいまで入れました。ほんとだよ、今ほんとにいきますよ、これで。いってらっしゃい。これ強めにした方がいいのかな、ほんとにわかんない、納豆ぐらいしか作れないから。で、時間が5分。うわ、やばい、ほんと怖い。じゃあ間取って4分30秒ぐらい。え、ほんと怖すぎ。回っております。じゃあちょっと出来上がるの待ってる間に少しでも片付けときましょう。こういうのもさ、やばいから。これ良かった、めちゃめちゃ良かったです。かなり風量が強いんで、これ Wi-Fi、 これ事務所から借りてます。これがあるから今ネットが繋がる。もう本当にね、このマンション、私のドコモの電波が全然変ねえから、あーこれはやってらんないなーって感じ。そう、私ね、昔テレビの仕事アナウンサーやってたじゃないですか。で、番組にゲストで赤いキツネと緑のタラヌキの CM やってる深丸ダッシュってね、金髪先生と一緒になんか CM やってた子たちがいたんですよ。で、その子たちが出演するから、番組内でね、東洋水産じゃん、赤いキツネと緑のタラヌキのことを取り上げるみたいな。で、私本番に、ほんと生放送だからさ、私の番組って、青川さんは何色が好きですかみたいに言われたんですよ。このカップ麺のね、何色っていうの、緑とか赤とか、私どん兵衛が好きですって言っちゃったの。ということで、できました。そう、スタジオ凍りつきましたね、あの時は。すいませんでした。じゃあ行きます。さあ、え、怖い怖い、めっちゃ怖い。変形したら私これさ、病気になるんじゃない。あっちい、あっちい。私から七味入れないんで。オッケー。え、なんか見た目生麺っぽいぞこれ。そう、なんかあの透き通ってんですよね、麺が。これは何でしょう。高っ、テーブル高っ。いただきます。ほんとにカップ麺が電子レンジで作れるのって思ってる方は、私の今から反応を見てください。うまっ、普通に美味しい、普通にいけます、おすすめです。うまいな、めっちゃうまいじゃん。てか、むしろ、ポットで作るよりも、麺がすごいもちもちして美味しい。本当にもちもちするんですね、電子レンジでやると。ただ、このカップが変形してるの、これちょっと不思議に思ったけど、なんだ。いや、うまいわ、これ。うん、お揚げさん、いただきます。こいぞ、こいぞ、熱いぞ、これ絶対熱いぞ。うん、おぉ、うまい。うまい。オーティーのレバーかけます。あ、美味しい。おお。ごちそうさまでした。出しちゃいましょう、ゴミ箱。どんな感じなんですか。お、すごっ。あ、すごいすごいすごい、見てください。あ、そっか、なんか分別できるように、あの、私みたいな頭悪くても分別しやすいようにこうやって やってくれてます。え、すごいじゃん、めっちゃ便利じゃんこれ。ちゃんとキャスター式です。キャスターついてます。キャスターついてるのいいね。すごい、プッシュすると開く、自動で開くようになってる。あとはこうか。え、めっちゃいいめっちゃいい。
もうやっていきます。え、しかもゴミの種類によって蓋の色が違う。おしゃれ。こうか、こうですね。これを下に置くと。じゃあまず最初にここにキャスターをつけます。なんかヤマト今日9時ぐらいに来るみたいなこと言ってたんですけど、もう夜9時過ぎてるけど、もう一回仕方ないか、こんな時期だし。 OK。 あ、めっちゃ簡単これ、全然力いらない。よいしょ。すごいこんな感じです。わあ、いいねいいねいいね、めっちゃいい。これが大物です。ソファーです。運べるかな。やばすぎ、マジでこれやば。男時代の時は全然余裕だったのに、こんなの。これは性別変えたデメリットかもしれない。押せばいいのか。あ、押すとめっちゃ楽かもしれない。ほいだ、ほいさ、あ、お、待って、これルンバちゃんに掃除してもらおう。した、絶対汚れてるから。うわ、おー、やばっ。うわ、最悪。見ませんの。うん、え、ちょっと待って、これ、もう最悪、最悪。ちょっと待って。